クズのチビタマムシは、高注目、タマムシ科に属する昆虫のうち、いわゆるチビタマムシという、ごく小型のものの一つである。小さいながらもタマムシであり、背面は、金属光沢がある。餌がクズであるため、道端でもよく見ることができる。体長は3から4ミリメートル、全体はやや扁平なトーラン系。頭は幅広く、両肩はやや尖る。は短くて、 胴体の元に隠れている。全身がやや鈍い動色で多少金属光沢がある。頭部と前胸の背面には金色の毛が密生しているのはこの種の特徴である。また、背中を覆う前肢には白っぽい不明瞭な波状の反紋がある。成虫はクズの歯に止まっている。葉を食べる場合、必ず葉の円から食べ始め、葉の中央に向かってジグザグと進みながら食べるので、 その食根は虫の体の幅ほどの溝が葉の縁から内側に向かって入り込む形となる。触れようとするとポトリと落ちて、そうなると二度と見つからない。幼虫は葉に潜って、葉肉を食べる、いわゆる専用虫で8月頃に羽化する。山間部や林野に近いところでクズの葉を食べる。虫は小さいので目立たないが、食根が特徴的で、それを目当てに探すと簡単に見つけられる。 本州、四国、九州、佐渡、久島、種子島に分布し、国外では台湾と中国の中南部から知られる。非常に多い。いずれもよく似ており、しかも小さいから、肉眼ではまず判断できない。食草に特異性があるから、野外で発見した時にはそれを頼りに区別がつく。 この類では最も普通なものの一つである。クズ二十歳の悪い雑草として扱われることが多いので、それをいくら食ってもどこからも文句は出ない。かといって、クズに被害を与えるほどには食うわけではない。ウィリアム・エルフォード・リーチズ・ラジスト・アイドウィン・エス・リーチ、ありがとうございます。